今日の岡山香川は多くの場所で30度を超える真夏日となっています。そんな中、岡山市北区の後楽園では夏に咲くハスが見ごろを迎えています。ピンクの可憐な大賀ハス、岡山後楽園では去年より6日早く開花しました。ハスの花が咲くのは午前中とあって、朝からたくさんの人が訪れ楽しんでいました。午前11時までの最高気温は岡山市で 33.7 度、綾川町滝宮で 34.3 度など各地で真夏日となっています。日傘がないと歩けないなって。ハスを見るとお寺とかそういうのを思い出すので、ちょっと落ち着いた感じにはなりますね。午後には岡山で35度、高松で36度まで上がる予報で、熱中症に注意が必要です。